恋する女は醜い。実は私、本気のハロプロオタク。通販で胸が大きくなる機械買ったことある？聞かなかったけど。30手前、私は傷つかないために開き直る術を見つけた。面倒な女だと思われた方が楽だった。本当は子供みたいに単純に君といられたらいいのに。私たち帰れないですからね。はい、私も帰りたくなってきました。ダメです、千月さんの取材協力したじゃないですか。どこがサイトって本当にこういうの好きだよね。帰りたい。そういえば紹介してくれた2人、どうでした？どうもこうも勢いで一回やっちゃったらしいから、失格。うん、まあ、本人たちが友達って言ってるんだからいいじゃないですか。違う違う、私が探してるのはもっと男女の純情な友情よ。でも最近の子ってそんなに男女意識しないし、そこにこだわるのって世代じゃないですか。世代、すいません、トランプ1枚なくしちゃってこの辺で見かけませんでした。いや、トランプは見てないですね。あの、なんとなくなんですが、ここに入ってませんか？嘘、なんで？やっぱり、ありがとうございます。じゃあ、お礼に1枚引いてみてください。当たったら僕から1杯ご馳走しますよ。大本公認会計士、税理士事務所。どうも、河本です。ごちそうさまです。ごちそうさま。はい、あ、はい、あ、かばん。ゆりちゃん、どうも。ありがとうございます。なんとなく思い出した人から急に連絡が来たり、街でね、会ったり、お酒を取りに行ったりね、することがあるかもしれませんね。はい、なるほど、なるほど。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。気遣って無理に話さなくても大丈夫ですから。僕はナンパとか苦手でしょ。あ、そんな風に見えます？あ、チェリー好き？好き。じゃあ、あげる。あの、男女の友情って存在すると思いますか？どうしたの急に。あると思うよ。本当に？うん。あ、僕スイッチ持ってるんで。スイッチ？そう、男女関係にならないためのスイッチ。だから友情は存在可能だと思う。
何それ。あ、ごめん。はい。ああ、そうですか。え、こちら大丈夫です。はい、お疲れ様でした。どうかしました？別の店に行ったみたい。ヨアの二人。え、ごめん、ちょっと今日は帰らないといけないんだ。え、あ、帰るんですか？じゃあ、ありがとうね。あ、私、あの、望月なさっています。お名前…ああ、柳瀬です。柳瀬さん、さっきのスイッチの話、詳しく聞きたいんで、連絡先教えてもらっていいですか？うん。じゃあ、どうしましょうか。じゃあ、僕、こっちなんで。男女関係にならないスイッチ。え？ねえ、そんなスイッチ持ってる人がいたらさ、どう思う？つまんない。え？いやだってコントロールできないからこそ、うん、恋じゃない？じゃあ。コントロールできたとしたらそれは愛。いや、ちょっと臭すぎんな。はい、どうぞ。やったー。お疲れ。はい。ダメだな、なんかもっとキャッチーな企画考えなきゃ。くそ。そういうとこ真面目だよね。私社会人ですから。大変だね社会人。自分もじゃん。は。よいしょ。さよなら言ったのに涙が止まらないの。傷つけた記憶が今さら胸に迫る。君のいない夜、夢なら覚めてよ。いつか忘れるくらいなら出会わなきゃよかった。あ、おはよう。ちょっと、ラジオで楽しみ、ごめんなさい。いいんだけどさ、あの人どうなったの？あの人いろいろあったんですよ。え、聞いてください。何？え、どうなったの？野本って人、二人きりになったら全然話盛り上がらなくて、しばらく私が質問攻めしちゃう、どんどん弱気になっちゃったんです。最後にはあの連れの後輩、ナンパのために雇ったレンタル友達だって言い出したんですよ。レンタル友達？なんか冴えなすぎて引いちゃいました。すごくないですか？あの人確かに引き立て役っぽかったですよね。ね、そのレンタル友達ってさ、で、どこで頼んだの？知りませんよ。もう調べて。いやだ、気になってるんですか、あの人のこと。そうじゃなくて、主催したいの。先ほどメールした神田川です。はい、1名。あの、御社に柳瀬さんという男性いらっしゃいますよね。はい、あの、今回も柳瀬さんでお願いしたくて。あー、そうですか。あ、じゃあ本日中に振り込みます。はい、よろしくお願いします。
編集長、男女の友情の企画、面白いネタ思いつきました。どんなの？検証、男女の友情はレンタルできるのか。バイカンダ川静香レンタル、いいじゃん、少しはキャッチになったね。実際にレンタル友達を雇って検証する連載ものです。連載ね。まず一回書いてみてよ。はい。よろしくお願いします。お願いしますよ。マサさん、あ、覚えててくれたんですか。ごめんなさい、驚かせちゃいました。あ、いやいや大丈夫ですよ。僕の仕事のことを知ってたんですね。あ、いや、あの後知ったんです。ほら、連絡取れなくなっちゃったから。あ、ごめんなさい、そういう決まり。あ、いや別に全然いいんです。あ、スイッチの話もそうなんですけど、はい、レンタル友達についても聞きたいなって思って。え、なんで？実は私小説家になりたくて、この男女の友情をテーマに書きたいなって思って、だから取材させてもらえませんか。ああ、そういうことなら全力で協力しますよ。ああ、よかった。じゃあ今日はどうしましょう。とりあえずあっちに。こんな住宅街にあるんだ。一回来てみたかったんだ。いつも一人で来てるの？そう、なかなかこれに付き合ってくれる人いないから。これ近くからよりも遠くから見た方が綺麗かも。ちょっと離れてもいい？あ、いいよ。ここだね、ベスポジ。そういえば昔、鹿児島で古い給水塔見たことあるよ。もちろんじゃない、特攻隊の資料館にある。おお、そうそう、よく知ってんね。うん、その給水塔結構傾いたよ。傾いてた？うん、どのくらい？うん、このくらいじゃない？おお、山瀬って背が高いから給水塔に見えるね。私も初めて言われた。ねえ、もしよかったらさ、また私の暇つぶしに付き合ってよ。もちろん。実は僕フリーでも友達やってるんだけど、もし興味があったら直でも契約できるから。フリーの友達？それ詳しく教えて。2つプランがあって、うん、1つ目は今回と条件は同じの単発プラン、もう1つが1ヶ月15時間まで使えて5万円の月決めプラン。月決め、もし何回か利用するのであれば月決めがお得かな。依頼内容にもよるけど。いろいろ行きたいとこあるんだけど、まあ、すぐに決めなくてもいいから。ごめんね、こんな話で。あ、じゃあお願いがあるんだけど、うん、この調子で私の男友達で行ってくれるなら月決めで契約するよ。僕でよければぜひ。検証、男女の友情はレンタルできるのか。 by 神田川静香。ある時、友達だと思っていた男性が言った。女友達はみんな彼女予備軍だと。あなたは友達だと思っていた男性に告白された経験はありますか？世の中にはレンタル友達という職業があります。その中でも男女関係にならないスイッチを持つという男友達に最適な人物を発見。この男性をレンタルして、男女の友情はレンタルできるのかを検証します。レンタル友達って本当に友達のプロなんです。コミュニケーションの基本は守備なんですが、攻撃もできる。そんな彼をリベロと名付けたいと思います。私誤解してたよ、レンタル友達のこと。え、どんなふうに？友達がいない人が嫌と思うんだと思ってたけど、この無条件に受け入れてもらえる感じ、なんかいいよね。それはもう僕もそうだけどね。おお、かっちょいい。分かってるね。気に入ってくれてよかった。うん、あ、
ああそうだ、忘れないうちに。うん、ああ、はい。え、じゃあ2時間ね。ねえ、依頼人が女性の場合さ、恋人みたいな距離感求めてくる人とかいないの？ああ、いるね、たまに。変な気持ちになったりしない？まあ密室で2人きりの案件は断ってるし、それに依頼人を好きになることはないよ、絶対。仕事だから。プロフェッショナル。別に褒められるようなことでもないけど。いや、私さ、どっちかが恋愛感情を抱いたら友達って言わないと思う。そういう面倒なことがないのもレンタル友達のいいところだから。全部すっ飛ばせるの最高。ねえ、聞いたよ。何、酔っ払ってんの？見てなって、そんな偉いわけ。ああ、もうそんな言えない。別にね、私は売れたくてやってるわけじゃないわけ。どうした？今日パーティーにね、うちのスクールで教えてた子が来てたの。今度メジャーデビューするんだって。その子の周りには取り巻きがたくさんいてね、キラキラした世界に住んでますって感じで。そっか。ただそれだけ。ごめん、飲みすぎだ。ちょっとここで寝ないでよ、生木。ここで寝ない。はい、ベッド行こう。よいしょ、もう、よいしょ。はい、ジャケット、ジャケットだけ脱いで。はい、よいしょ。はい、おやすみ。私たちいつまでこうしてんのかな。もうすぐ30なのにね。やっぱり柳瀬に似てる、見れば見るほど。それはどう受け止めればいいの？最上級の褒め言葉。ドロ。はい、はい、チーズ。もうちょっとちゃんと笑って。え、もう最上級の笑顔だよ。うん、はい、チーズ。え、何？似てるなって。ここの辺かな。どこだよそれ。くびれてるとこと、ここ。先週のトップ記事、検証、男女の友情はレンタルできるのか。やるじゃん。ありがとうございます。続きが見たいというコメントが20件ほどつきました。みんなお金で買える友情っていうのに興味があるのかね。まあやってみるか。はい。で、名前さ、はい、リベロっていうのがよくわかんないんだけど、レンタル君とかにしてわかりやすさね。いいじゃないですか、レンタル君。かわいいでしょ。じゃあ望月、それで進めといてよ。もう少し考えさせてもらっていいですか。すいません。レンタル君との関係はとてもシステマチック。また撮るの？行くよ。行きたい場所を指定して現地レンタル、現地返却。撮れた？いいね。どう撮るの？月決めカードのスタンプの数が友情の証。思いきや炭って。帰り際のセリフは、じゃあまた連絡ください。じゃあまた連絡ください。
ちらから連絡しなければ関係は終了。レンタルするほど増えていく思い出、思い出、思い出。また会いたいと思ってるのは私だけ？なんて野暮なことは考えないように。大丈夫、カードさえあれば私たちは友達。これぞ月姫フレンドの合理的利用法。今回特別だから普通断るからね。包丁使わせてもらうね。うん。ねえ、そこにあるピアノってさ、同居人の？あ、そう。元彼と二人で曲作ってたみたい。この家で同棲してた時。おお、だからナサは布団なのか。私は布団派なの。これ食べて薬飲んで寝なよ。ありがとう。食べて寝まーす、うん。実は僕も曲作ってるんだ。ん？あ、そうなの？ピアノ触ってみていい？うん、どうぞ。これもうまい。すみません。どんな
お邪魔してます。ああ、うち男子禁制なんですけど。あ、すいません。あ、いや、 NASA が風で動けないっていうんで。そうそう、例のお友達ですよね。ああ。でもすごい、今のアドリブで。あ、一応僕も曲作ってて。あ、柳瀬ソータです。小野たまき、よろしく。あ、じゃあ僕そろそろ帰りますね。あ、これ勝手に使ってごめんなさい。うん、全然。なんちゅうか楽しかった。なさ、もう寝ちゃったから。あ、ちょっと待って、これ私の CD、 よかったら聞いて。お、ありがとう。じゃあ皆さんよろしく。うん。どうしたの、寝てなよ。うん、たまきに移しちゃうと悪いから。いいのに、気にしなくて大丈夫。あ、そういえば柳瀬さん、よろしくって言って帰ってる。そっか。あ、さっきちょっと聞いてたけど、なんか良かったよ。たまき柳瀬に曲作ってもらったらいいじゃん。そう？まあ、書いてくれたらいいけどね。おやすみ。おやすみ。小さいから大きいものが好きなんだね。そうだよ、いいでしょ別に。実は今度小野さんにボーカルお願いしてみようと思ってるんだけど。いいんじゃない、使ってあげてよ。あれ、もっと驚くかと思った。玉木才能あるのに不器用なんだよ。才能あるのと売れるのは別なんだね。あの子、一人じゃない方が向いてる気がする。これからも友達でいるための儀式をしたいんだけど、聞いてもらえる？いいけど、何？実は私、本気のハロプロオタク。通販で胸が大きくなる機械買ったことある？聞かなかったけど。家の調味料ほとんど賞味期限切れ、植物すぐ枯らす、彼氏の携帯今まで2回見たことある、パスワード解除するのは得意、いつか結婚はしたいけど面倒くさいから考えたくない、以上、好きな人には絶対言えない秘密。大丈夫、可愛いもんだよ。うちの姉ちゃんもっとひどいから。そうなの？なんで結婚がめんどくさいと思うの？26の時に結婚しかけたから。でも好きだけじゃ結婚できないんだって気づいちゃった。携帯見たのってその人？そう、最後は指輪の代金返せって内容証明来たりして、もう大変だった。よかったんじゃない、結婚しなくて。うちの姉ちゃんなんてバージンロード歩く夢を叶えたくて父親をレンタルしたんだよ。父親を？うん、あ、うち両親離婚してて、向こうは親父いないって知ってたから、さすがにヤバいやつと結婚したと思っただろうね。案の定すぐ別れたし。すごいね、お姉さん。ああ、偽物でも親父がいるっていうのが嬉しかったのを覚えてる。それで知ったんだよね、この仕事。
人のためになる仕事だね。うん、そうね。初めて言ったわ、この話。なんか、ありがとう。え、なんか うまいね。私実はね、小学生の時毎日男子に混じってサッカーしてたんだ。あー、いたいた、そういう女子。だからその辺の男には負けないんだよ。あ、じゃあボール奪ってみ。いいよ。もしもし。うん、小野ですけど。ああ、こないだの。あ、こないだありがとうございました。え、聞いてくれたんですか。嬉しい。うん。最近はあんまり活動してないんですよね。私？うん、まあ明後日以降なら空いてるけど。あ、うちのスクールのスタジオだったら使っても大丈夫だけど。うん。うん。はい。じゃあまた。はーい。はいはい。ねえ、なぜ聞いて。やなせ。え、なんで知ってんの。あのね、こないだ渡したデモがすごい良かったみたいで、今度一緒に曲作んないかって。よかったね。玉木一人だとちゃんとやんないからさ、ちょうどいいよ。頑張ってね。うん。
これって私がさ、この間鼻歌歌ってたやつじゃない？はい、一回歌ってみて。はい、繰り返す日々に演じてる役や思い出すセリフ、早く言わなきゃ焦る、振り返る歌や間違えたことや変わりゆく街や、でも踊り出す何か。ありがとう。どうかな、うん、当たり前だけど俺のデモなんかより全然いいね。うん、私歌うのだけは自信あるから。ちょっと月決めフレンドに数字伸びてるよ。見た？ SNS でもかなりバズってるし。そうなんです。あ、もうすぐ次の記事書き上がるので確認お願いします。このネタもっといけると思うんだよね。次さ、酔った勢いでホテルとか行ってみたら。あ、月決めフレンドと一晩一緒に過ごしても何も起きないのか。結局はこれだと思うんだよね、このネタって。無理です。30にもなって順調気取らないでくれる。29です。今期の数字それにかかってるから、マジでよろしくね。マジっすか。ちょっと休憩してく。私こういうとこ来たことないんだよね。あ、行ってみる？なんか違うな。お願い、一回だけ。いや、入るだけ。何もしないから。怖くない怖くない。入るだけ。お願い。わ、ちょっと待って、足痛くなっちゃった。あー、しんどいな。休憩していこっか。無理言われるのも慣れたわ。どうぞ。お邪魔します。今ちょうど作業してたところで、何が見たいんだっけ？あ、いつも通り作業してるのを見れれば大丈夫。あ、そっか。あ、座っていいよ。ありがとう。あ、そうだ、先に。ん？うん。じゃあ2時間ね。玉木さんから聞いてる？あ、うん、聞いてる。これは取材しないとと思って、二人には頑張ってほしいと思ってるから。そっか、ならよかった。とりあえず今作ってて、もうこれ叩く、今ベースになってるんだけど、こういうのを叩いて作ったビートが、まあ、こう流すとこんな感じなんだけど、こんなビートがあって、この説明大丈夫？うん。例えばオルガン足すとこんな感じで、シンセ出して、でまた違うビートがあって、これ消してこっちを出すとちょっと変わる感じ。あ、電車大丈夫？あ、そうだね、そろそろ帰ろうかな。うん、延長しまくってごめんね。うん、送ろうか。うん、大丈夫。あ、じゃあ、いろいろと勉強になりました。ありがとう。うん、じゃあ、気をつけて。うん、またね、おやすみ。
はい。あ、私です。どうしたの？あの、携帯忘れちゃったみたいで。何してんの？ちょっと待って。ちょっと中見てみなよ。うん。お邪魔します。ごめん。どこ行ったのか。この辺かな。もう電車ないんじゃない？あ、そうだね。どうしようかな。あの、申し訳ないんだけど、本当に今日だけ止めてくれないかな。あの、ダメなのは分かってるんだけど。いいよ。いいの？うん。あー、じゃあベッド使っていいよ。いい、私床で大丈夫。あの、布団派だから。そう？シャワー浴びるならあそこ風呂だから。ああ。じゃあ、ありがとう。じゃあ、これとか。これ使って。私パーカーだけで大丈夫。本当？よいしょ。じゃあ。今日はありがとう。明日も仕事でしょ。俺ももう寝るから。うん。あ、スタンプ残り一マスなんだけど。ああ、今日はいいよ。いいの？うん。あれ？あ、あ、やっぱ、あれ？すぐ帰るんだよね。ちょっと。じゃあ消すよ。うん。ねえ、話せ。ん？何？例のスイッチの話なんだけど、オフにすることもあるの？まあ、スイッチだからね。あるんじゃない？皆さんさ、ん？一つ聞いてもいい？何？これもウェブの記事にするの。月決めフレンド日記。レンタル君って俺のことでしょ。神田川静香って最初に予約した名前。小説じゃないよね。そうだね。レンタル君には年の離れた姉がいて、子供の頃から女とはどんな生き物かを調教されてきたシスコン野郎なのだって。さすが小説家、すごい洞察力。いや、違うんだよ。もううちの編集ちょうるさくて、もういつも持ってかけって言うから、だから、そういう内容なだけだよ。じゃあ今日も編集長に言われたから来たんだ。違う、そういうわけじゃ。ナサはどうしたいの？どういうこと？男女の関係になった方が面白いと思うなら、そうしてもいいよ。僕で役に立つなら。ふざけてる？ふざけてないよ。そう、わかった。じゃあ実験しよう。どこがボーダーラインなのかを探す実験。どんな？手をつなぐ、キスをする、セックスをする、どこまで友達でいられるか。
手つないでみて。どう？別に平気。じゃあ次キスするけどいいの？いいよ。どう？じゃあ次セックスする？まさか望むなら。バカじゃないの？ごめん。バカは私だ。今日帰るね。嘘ついて申し訳ありませんでした。帰れんの？帰れる。好きなのに嫌いって言ったり、悲しくても平気って言ったり、言葉は記号じゃない。しばらくレンタルするのをやめよう。 You're tuned in to City FM. I hope you're having a great afternoon on this beautiful day. こさん、鍵片付けました。見ました。どうなった？月決めフレンド日記はもう書きません。あ、なんで？面白おかしく書くのも疲れちゃいました。あ、そういうのだったら他の人に回してください。すいません。あのさ、これ夏休みの自由研究じゃないからね。仕事だから。
プロなら書いて、締め切り来週中。男女の友情なんてないのかもしれない。結局それかつまんないな。どうせみんな最初からそう思ってるんですよ。デートしてるだけだとか書かれてたし。みんなの意見、そんな記事だったらさ、誰が書いても同じじゃない。あんたが書きたいって言い出したんでしょ。だったらちゃんとケツ持ちなさいよ。わけわかんないもんでも必死に何か掴もうとしてるもんじゃないとさ、面白くないっしょ。とても美しい透明感のあるボーカル、そして彼らが作った心地いいサウンドでぜひ聴いてください。 Please take a listen to 小野玉木で何か繰り返す。ああ、すいません。柳瀬です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今日はどうしましょう。あ、ちょっと行きたいお店があるんですけど。あ、お店ですか、はい、どちらですか、こっちですか。あっちの方。あ、こっちですか、はい、じゃあ、お願いします。最近、ナサ忙しいの。え、そんなことなさそうだけど。あ、そうなんだ。うん、レンタル友達の仕事ってさ、まだ続けるの？うーん、音楽だけじゃやっていけないし、しばらくは。でも、お金稼ぐためだけなら、他にも仕事あるんじゃない？うーん、別にそれだけでもないから。うーん、そうなんだ。おかえり。例えばラジオ聞いたよ。すごいね、なんか変な感じだった。うん、だよね。うん、これなさにってソータから預かった、うん、ありがとう。なさってさ、うん、ソタのことどう思ってんの？どうってどう思ってないよ、ただの取材対象。なに急に。私ソタのこと好きなのかも。なんか意外。ああいうのタイプだったっけ？いや、わかんないんだけど、一緒に曲作ってるからかな。
懲りないよね、私。ちょっと勝手に開けないでよ。え、ちょうだいよ。返して。何ムキになってんの。怖っ。私柳瀬とキスした。は？事故みたいなもの。どこまでしたら友達じゃなくなるかっていう実験。何それ。そういうこと平気でするんだよ、客を喜ばせるために。いいのそんなやつで。なんでわざわざそんなこと言うの。意味わかんない。ああ、ソータのこと好きなんでしょ。違う。なんで。レンタル友達だから。友達だから。何そのこだわり。自分はさ、一緒に音楽やってるからって、なんか私のことバカにしてない？前に玉木言ってたよね、音楽と恋愛は一緒にしない方が良かったって。結局何も変わってないじゃん。別に好きかもって言っただけじゃん。だから好きとかなんで言うの。玉木には音楽があるのに。別に両方好きでもいいじゃん。それに音楽だってもっと上を目指したいし、今のままじゃ全然満足してないよ。ホルモンバランス。メンタル君に癒してもらったらどうですか。それのせいだから老け込んでんの。ああ、もうダメだ、全然書けない。何か寝てないんですか。メンタル友達とは別の顔とか。音楽やってる私の友達と。え、リアル友達と。え、それいいじゃないですか。それやりましょう。私手伝いますよ。いいよ。興味ないんですか、別の顔。別の顔ってそそられると思うんですよね。ギャップ萌え的な。取材依頼だけ望月さん連絡お願いします。私のこと覚えてるかな。あの時全然話せなかったからな。でもどんな音楽やってるんですかね。ね。失礼します。どうぞ。あ、ちょっとコード続けてもらって。あ、ごめん。うん、
丈夫。ごめんなさい、お待たせして。作業中にすいません。今から少しだけ取材のお時間大丈夫ですか？いいですけど、何の取材ですか？あれ、聞いてませんか？月決めフレンド日記の番外編です。それは聞いてないです。記事のことはもうご存知なんですよね？二人が音楽やってるところをぜひ取材したいんですけど。その記事の中で音楽のこと書くのはやめてもらえませんか？どうします？それはなんでですか？私の書く記事が下世話だからですか？いや、そのつもりはないけど。じゃあ、音楽とレンタル友達の違いって何ですか？ちょっと違います。どういったところが違うか教えていただけますか？音楽は自分から作られるもので、レンタル友達は他人が作るものだから。ってことは、レンタル君は望月さんが作ったってことでいいんですよね？ごめん、ゆりちゃん、私帰るわ。ちょっと待ってください。そうかもしれないです。依頼人に合わせるのがレンタル友達のルールなんで。じゃあ音楽を始めようって思ったきっかけって何ですか？自分のことを知りたかったから。どうして自分のことを知りたいって思ったんですか？他人の目ばっかり気にして、何か演じてる自分がずっと嫌いでした。でもレンタル友達はそんな自分でも感謝してもらえて、向いてる仕事だと思ってます。じゃあ私と一緒にいた柳瀬は本当の柳瀬じゃなかったってことですよね？じゃあなんであの時キスしたの？私の言葉を真に受けたから。でも私は嘘でもいいから友達だって思わせてほしかった。じゃあソータは私がキスしてほしいって言ったらキスするの？玉木とはしない。なんで玉木とはしないの？玉木は舞台に立つ人で、曲を作るのが俺の仕事だから。だから同じ舞台には立たない。一緒に曲を作るのって自分をさらけ出すことだから恋愛に似てると思う。だからもちろん蒼太のことは尊敬してるし好きだよ。でも恋じゃない。私はソータの曲を歌う人、それだけ。そっか。すごいね、私には何もないや。あるじゃん、ナサにも。言葉が、言葉って誰にでも使えるけど、でもナサにしか使えない言葉があるって私は信じてる。私にしか使えない言葉、
言葉って記号みたいで記号じゃない。受け手によって解釈が変わる。もしそれが音楽と似てるなら、私は二人のことをちゃんと理解したいって思う。じゃあ歌詞書いてよ。俺たちが作ってる曲の歌詞。やってみるとは言ったものの、そんなに簡単に書けるわけがない。朝から夜まで働いて、帰ってから詩を書いて、自分の表現ってなんだろう。私がよく知ってること、もっと知りたいこと。このね、やってみるっていうのをやっていくに変えようか悩んでて、うん、ていく。お待たせしました。ありがとう。綺麗なとこだけ見ていたい、知りたい知りたくない、わがままにあなたの言葉に耳を傾けたつもりで、私はいつも私だけでいいよ、だけでいいの。ぼんやり遠くから眺めてる、本当は仲間に入れて欲しいだけ。スイッチ入れたり聞いたり忙しい、私もあなたもなんとかやっていくだけ。こうして私は歌詞を書くことで音楽というものを共有できた。これで二人の言う不思議な関係になれるかと思ったが、それは全くわからなかった。
ただあの歌声はずっと忘れないと思う。私は私なりの答えを見つけよう、そう思った。はい、これこれでレンタルするの最後にするよ。もう更新しないの？うん、しない。そっか。私ね、ちゃんと小説を書きたいって思ってる。どんな話？恋愛感情を飛び越える話。飛び越える。友達でもない、恋人でもない、ずっと終わらない関係みたいな。小説を書きたいので取材させてもらえませんか？もちろん、そういうことなら協力しますよ。返却時間が終わったら本当の柳瀬に戻ってね。いつも演じてたわけじゃないけどね。ねえ、最後にもう一回実験してみてもいい？俺たち付き合ってみる？絶対付き合わない。じゃあよかった。Hey, hey, ho, hey, hey, ho, hey, hey, ho.